はい。じゃあよろしくお願いしますえ。今回はフォーカスゴールドの中にあるコーヒーブレイクというコラムとの連動企画やっていきます。で、トピックは数学は暗記科目っていう、まあ、このテーマのトピックがあるんでね、そちらを取り上げていきます。ただ、今回の動画の、えー、着地点が暗記科目ですよねとか、そうじゃないですよねっていう、そこではありません。その中にある 数学の学力を上げる効果的な方法はっていうのもアンケートというかね、こうインタビューをまとめたものがあって、そこのトピックを取り上げていきます。で、そこを皆さんにお伝えする中で、数学って暗記科目なのかなそうじゃないのかなとか、まあ、皆さん自体が思うね、意見もあると思うので、まあ、その辺もミックスしながら聞いていただけるといいかなと思いますので、どうぞね、最後までお付き合いください。では、行きましょう、えー。このね、インタビューしてもらって、まず1個目。 まずは、えー、典型的な問題のほにゃららを確実に身につけると。まあ、アナやっていきましょう。で、そのコラムの中ではこの言葉、えー、解放パターンという言葉があって、まあ、自分がよく使う言葉で言っても解き方の方がしっくりくるかなと思います。ただね、両方書いておきます。まずは典型的な問題の解放パターン、解き方を確実に身につける。この確実にっていう言葉がね、入ってるのがいいね。 ここが曖昧になると先に進めません。これは間違いなく言える。で、今回伝えたいことの一つ目。まあこれね、その南海大学に、南韓大学に語学した先輩たちに聞いたっていうところでも、そういった方たちでも、その典型的な問題、つまり基礎的な方ね、基礎的な問題から始めてるんだよっていうところを大事にしてください。やっぱ基礎は大事です。まあどの科目でも言えることだと思うんですが、で、解放パターン、解き方をね、いろんな解き方を身につけると、ね、確実に身につけた後に、 その、ほにゃららをどれだけ増やすかが鍵。これ、コーヒーブレイクの中では、ストックっていう言葉を使ってありました。で、自分はね、よくあの、経験値なんていう言葉を使うんで、それも書かせてください。経験値ね。経験値。つまり、この解放パターン、いろんなね、解き方のパターンが決まってくるので、それをストック、自分の経験値として、どれだけ持ってられるか。 つまり武器ですよね。解き方っていう武器を増やせるかが鍵です。まあ言われてみてそうでしょうねって思う方も多いかと思います。ただ、改めてそれを伝えたかったのは、まあ今これ4月にね、投稿しているので、学年始まるじゃないですか。これから数学をね、えっ、ー、と、得点源にしていきたい方とか、もっともっと伸ばしたい方とかに、改めてそこは大事だよねっていうのを再認識してほしくて取り上げています。で、私はよくこの部分、この1番2番ね、ここが基礎だと思っています。 基礎この部分をどれだけちゃんと固められるかっていうのが大事です解放パターンを身につけてねで数学は公式を使いますよね当然公式があるんですけどその公式って私よくアイテムって言い方をするんですけど公式を例えば覚えただけだと先に進めないんですよね ま、もう、そのシンプルな問題っていうのは公式を一個ポンって使えばいいだけなので解けたりすると思うんですけど、多分その勉強法でいくと先に残らないんですよ。知識として。で、その公式、アイテムの使い方、例えばこれをじゃあゲームで言うと HP が回復するアイテムだとします。で、HP が回復するアイテムっていうのをちゃんと公式を理解しないと使い方間違うんですよね。あと HP を回復するアイテムって当然 HP を回復しなきゃいけないときに、 使わなきゃいけないのに、じゃあ HP が全部フルでね、回復する必要がないのに使ったりするわけです。公式をちゃんと使いどころが分かってないと。で、そういったものをちゃんと理解して、なんでこの公式を使うのかってところをちゃんと理解して、いろんなね、典型的な問題で解き方を身につけていって、武器を増やしていく。そのストックをね、武器を増やしていって、その先です。その先。で当然、大学受験とかね、まあ高校受験もそうですけど、 難しい問題を解いていったときに、じゃあ問題があります。ここにね。問いがあるとしましょう。難しい問題であるほど、えー、一筋縄では解けませんよね。それは当然です。で、例えば、公式、まあ、アイテム、赤のアイテムを使いましょう。これで、ね、突破口をね、見出そうと思っても、基本的にはシンプルにはいかないんですよね。じゃあどうするか。これを、いっぱいストックを増やした後、武器を増やした後に、 初見問題。初めて見た問題に対して、それらをほにゃらら考えると。どう考えるかっていうと、組み合わせて考えていきます。先ほども言ったように、公式一つとか、今までね、身につけてきた解放パターン一つで突破はできないんです。だから、赤の、 武器に、青の武器、青の解放パターンとかね、ストック、ね、したものをミックスして組み合わせて刺さらないかなってチャレンジをしていくわけです。で、もちろんそれでもねあ、シンプルにはいかないんですけど、こういった今までゲットしてきた解放パターンを組み合わせることによって、ここの問いの部分に刺して突破口が見出せる。これが数学の解き方です。特に難しくなってくればこうなっていきます。 だから、そういう経験をしていかなきゃいけない。でも、組み合わせるためには、この公式ってさっきのアイテムと一緒です。この公式は、どういう時に使うのか、何を問われている時に使うのかっていうのをちゃんと理解していないと、組み合わせらんないんですよ。そもそもこの初見問題を見た時に、あ、このアイテム使えそうじゃねこの解放パターン使えそうじゃんっていうのに、ひらめかないんですよね。そう。だから、確実に身につけなきゃいけない。 その部分をねここを曖昧にするとこっちに進めないんですよね。でこうやって組み合わせてその初見問題に対してバトルを挑んでいくこれを続けていくと問題を見た瞬間にほにゃららと言えるようになってきます。でこれがちょっとこれはそのまま同じ言葉を書いていきますね。多分皆さんの皆さん自身もそうでしょうし皆さんの周りのね数学の得意な方もこういうのよく聞くと思うんですけど あの問題とと同じパターンだとあれと似てねってあれこれあの時見た問題とからどこどこ大学の過去問で見たやつと同じやつでいけんじゃないみたいなのに気づけるようになってきますでもちろんえっ、ー、とこことここ3番から4番にはものすごい違う壁の高さがあります簡単にはこのゾーンにはいけませんでもここにいければいいですかいければおそらく今ね えっと、ここも話を聞いてきて、4番、まあ聞くけど自分には無理じゃないかなって思ってる方が、このゾーンに一歩踏み入れられる時期、えー、時が来ます。勉強を続けてくると、あれみたいな。もちろん単元とかにもよりますよ。得意単元とかにもよると思うんですけど、あれちょっとこの気持ちわかるかもってなった瞬間に、皆さんの数学の世界の視野がめちゃくちゃ広がります。この、 感じは多分、味わった人たちが分からないと思うんですよ。でも、そこまでいけると、ここが苦じゃなくなるんですよ。ここに一歩足,踏足を踏み入れた瞬間に、その3番がね、どん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 効率よく、またレベルアップしていけるようになりますので、ここをまずやっていってください。もちろんね、この先にのことを考えていた、いろんなことをね、やっていかなきゃいけないことはあります。ただ、まあ、この4月でまずお伝えしたいこととすると、いろんなね、 基礎的な問題基本的な問題の、まず解放パターンを確実に身につけていってくださいって。で、その時のさ、キーワードとして1個。これをすごく大事にしてください。なぜっていう。なぜこの公式を使うのって。この公式を使うと、何のなぜが解決するのっていう部分を意識しながら回答を確実に身につけていく。で、そのストックをどんどん増やしていきます。 で、ストックがある程度増えたときに、いっぱい初見問題、ちょっとね、レベルの高いものも順々にこう、チャレンジしていってください。たくさん組み合わせます。たくさんトライアンドエラー。で、試してみて失敗を繰り返していきます。もうその中で、あ、そっか、こういう問題、この問題では、こういう条件が与えられてるから、この条件を使うためには、この公式がいけるよねって。この公式を使うと、命題、この部分のゴールの部分にたどり着くとね、いけるよねって。 だからこれを組み合わせるのかみたいなことがいっぱい出てきます。で、それをやっていくうちに、またここですね、組み合わせる経験がストックになっていくので、ストックが溜まっていって、いつかあの問題と同じパターンじゃんっていうのが繋がってきます。問題同士が。で、どん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 繋がりを見せていくと、それが応用力っていう大きなものになって、実際、あのね、いろんなまた初見問題出会った時とか、皆さんが模試とか入試で、まあ基本的に初見だから皆さんね、その問題は、出会った時にも、 過去のストックと繋がるわけです。あ、これでいけんじゃねえかなって。あの時この組み合わせでいけたもんねっていうことになっていくので、こういった部分を大事にして4月からまたね、こう一個切り替えて皆さんが勉強していってもらえたらと思います。なので今回暗記科目っていうテーマね、トピックになってるんですが、私がね、暗記科目ですかだと思いますかって聞かれたらちょっとずるい答えになりますけど、暗記の部分もありますと思ってます。数学は全部が全部暗記じゃないとは言えないと思います。 だってこの部分は暗記ですもん。解放パターンっていうのは。でも暗記だけじゃ絶対に突破できない。その後の組み合わせるっていうところ。だからただ単に単語とか公式、あ、これ書いてあったなとかっていう暗記だけだともちろん勝負はできない。ですけどやっぱり暗記っていう側面はあると思っているので、まあね、かなりずるい答え方をしてはいるんですが、暗記という面もあるっていうのをまあ受け入れた上で勉強するのもありなのかなと思っていますので、改めてね、こういった風にやってもらえたらと思います。 ということで、今回はね、こちら紹介させていただきました。またね、また次回の動画も撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。